レシート紹介スマート。この紙はウィスパーロムシカコマサイノです。ネクスコ東日本桜土浦料金所。常磐道の桜土浦インターですね。2019年11月17日に、生産してます。820円ですね。ちょっとしか乗ってないです。あれですね。入り口料金所、岩間って書いてありますね。岩間、茨城県の岩間インターですね。そう、岩間さんとは関係ないです。あ、なんかあれだね。ちょっとなんか遅くなりそうになって、ちょっとだけ高速使おうと思って、岩間から桜土浦の間だけちょっと使ったんですね。で、また降りて、桜土浦から下道で帰ってったんですね。はい、その時の、ね、820円。この時なんか、ね、6号線がね、めちゃくちゃ混んでたんですよ。はい。で、そうですね、820円。桜土浦。2019年11月17日。この紙はウィスパイロン、四角正宏です。それでは。